地上36階建ての超高層複合ビル、虎ノ門ヒルズビジネスタワー。ここに KDDI 虎ノ門オフィスがあります。ニューノーマル時代を見据えた新しい働き方の実践の場として2020年に開設しました。テレワークに欠かせない充実したオンライン会議ツール、セキュリティを徹底的に考慮したゼロトラスト PC の導入、出社時に高いパフォーマンスを発揮するためのオフィスデザイン、限られた空間を有効的に使うアイデア、目指したのはオフラインとオンラインを組み合わせた働き方改革の実現でした。朝出社してまず向かうのは執務室。入り口には入室者を制限するセキュリティが施されています。執務室の一角にロッカーエリアがあります。ペーパーレス化が進んだことで個人の荷物は減少、この一箇所にまとめることが可能になりました。ノートパソコンを取り出し座席へ。虎ノ門オフィスはフリーアドレスになっており、業務効率化やコミュニケーションの活性化を促しています。フリーアドレスを導入したことで在籍社員およそ3500人に対して座席数を4割削減、オフィスをコンパクトにすることで賃料の大幅削減にもつなげています。デスク周りには袖机がありません。これもペーパーレス化により実現したこと。複合機の数も従来では各フロアに6台設置していたものを2台に抑えることができました。またデスクにはアームに取り付けられたモニターが常設。配線はパーテーションの下に収納。どの席でも作業に集中できる環境が整っています。全社員が使用している SIM 標準搭載のノートパソコン。従来、テレワーク時はオフィスにある PC を介して社内ネットワークにアクセスをしていました。セキュア PC の導入により直接社内ネットワークにアクセスが可能となり、自宅でも出社時と同等の作業効率で仕事ができるようになりました。また各種クラウド利用も ID を情報システム部で集中管理しており、作業場所を問わずセキュリティを担保した通信を確保しています。こちらは会議室フロアです。全部で19の部屋が配置されています。お客様も来訪されるこのフロアは明るく清潔感のある内装にしています。会議室の脇には落ち着いた雰囲気のフリースペースが設けられています。受付には各部屋の使用状況が確認できるサイネージを設置。オンラインで予約をするとすぐに反映される仕組みになっています。社内メンバーによるミーティングです。サイネージに表示された入室ボタンを押すと表示が使用中に切り替わります。すべての会議室には大型モニターやカメラ、マイク、スピーカーが備え付けられており、オンラインミーティングの実施が可能です。また SDGs への取り組みの一つとして間伐材を使用したテーブルと椅子が設置されている会議室もあります。ミーティングが終わり一息つくためオープンコミュニケーションエリアへ。社員同士の偶発的なコミュニケーションからアイデアの種が生まれることもあります。オープンコミュニケーションエリアのすぐ近くにはアイデアを練る別の空間があります。ブレストコーナーです。この場所にコアメンバーを集めて浮かんだアイデアをブラッシュアップさせるのもよくある光景です。
オンライン会議が可能なワイヤレスプレゼンテーション機器も設置されています。デジタルホワイトボードとしても利用できるオールインワンデバイスです。午後は次世代ビデオ会議サービス空間自在ワークプレイスサービスを使った社内会議。互いのオフィス空間を 4K 映像で投影。ホワイトボードに書かれた文字も読み取れる高画質です。相手の声は左右に設置されたスピーカーからステレオ音声で聞こえてきます。右側にいる人が話すと、ホワイトボードを新しく導入するにあたって、例えば電子なのか、こういったツール上なのか。右のスピーカーから相手の声が大きく聞こえ、左側にいる人が話すと、だから電子ホワイトボードが、便利かなとは思ってます。左のスピーカーから相手の声が大きく聞こえてきます。企画部とかって確かそういった使い方してましたよね。リモートが多いとか。この間ね、そういうことをやり取りしましたね。従来のビデオ会議で起きる音のつぶれもなく、まるで2つの空間が一体化しているような臨場感のある会議を行うことができます。こちらは会議室を改装したスタジオです。バーチャル背景用のグリーンバッグが設置されており、防音機能も備わっています。社内イベントや社員向けの情報配信など年間200回以上利用されています。その他、虎ノ門オフィスでは有事に備えた設備も充実。ビルの屋上にはスターリンクのアンテナを設置。災害時に携帯電話や固定回線が使用できなくなった場合でも高速通信が可能です。 KDDI では本動画でご紹介した虎ノ門オフィスをはじめとする各拠点での構築実績をもとに、そのノウハウをお客様にご提供するオフィスソリューションをご用意しております。移転やレイアウト変更などに際し、現状のオフィス課題を解決するためのご提案やその構築、システム運用までワンストップでサポートが可能です。ネットワーク構築だけでなく、内装仕上げや ICT ソリューションを含め、お客様の働き方改革、社内 DX をご支援させていただきます。サービスの詳細は KDDI 法人営業担当までお問い合わせください。